はい、皆さんこんにちは、ワナグリビジです。では今回は栄冠9、続きをプレイしていきましょう。脳筋プレイです。投手は球速アップ、野手は筋トレ、これしかやらずに甲子園を全国制覇しようというねコンセプトでプレイさせていただいています。では今回はですね、まず新入部員入ってきてますので、新入生確認していきましょう。まずは牧山くん、インコースヒッターですね。ミートが C。まあ、野手はね、筋トレしかしない。つまりパワーアップしかしないので、ミートがデフォルトで高いというのはね、すごくありがたいですね。そして、パワー D。飯島くんは、走力が D。柳谷くん、柳谷くん、どっちだろう。これ、パワー以外の能力がデフォルトで高いっていうのは、もうすぐレギュラーになれる、そういう選手ですね。山添くんは打ち気。で、投手も、球速しか上がらないので、シュートとドロップカーブ、変化量に持ってるというのは本当に嬉しいし、コントロール D もありがたいですね。で、やんちゃな、小沼くん。カーブの変化量4です。ここまで、山添くんまでがスカウトでね、入ってくれた選手ですね。高原くんはクイック F スロースターター。ただ、シンカーは変化量5です。そして、鳥海くん。パワー D。ムードバツはね、練習で消せるかなと思います。深津くんは走力 D。ホーム死守。ついてますけど、キャッチャー特性は特になさそうですね。そして、内川。これ、転生プロになってますが、おそらく、ソフトバンクの内川ですよね。これは期待できるな。では、ご覧のメンバーでね、甲子園目指していきましょう。では、ここからですね、夏の甲子園大会予選に入っていきましょう。練習の方はね、ご覧のように全員、パワーか球速。で、カンストしている人たちはお任せに設定してあります。まず、スターティングラインナップ1番から8番まで野手陣は全員パワーが S になりました。そして、先発、藤川に関しては、球速が175キロに達してます。で、どうやらですね、175キロ。が、マックスのようなので、藤川もね、もう練習内容としては球速アップが選択できない状態になってますので、お任せに設定してあります。なので、藤川ね、175キロマックス、ということで、170キロ台を連発してくれるんじゃないかな、という期待を持っています。では、早速、甲子園大会始めていきましょう。では、まず相手の戦力ですね。総合戦力 C の千葉高校になります。まあ、怖そうなバッターはいないかな。4番の栗林ぐらいですかね。で、我々のスターティングラインナップご紹介しておきましょう。栗林ってちなみに天生プロではないですね。我々の方に行きます。1番天才肌、2年生の小島くん、威圧感持ち、パワー S。2番メガネの小西くん、対変化球丸、パワー S。100ですね。3番笠原くん、ローボールヒッター、パワー100。4番藤田くん、パワー日持ち、パワーが100。5番久保田くん、阿部日持ち、パワーが100。6番堀之内くん、パワー100。キャッチャーです。7番池くん、パワー100。8番須藤、満塁男のバント丸、パワー100。バント丸ついてるんで、脳筋とはいえですね、スクイズ必要の場合には須藤をね、使っていくというのもありかなと思います。で、9番、ピッチャー、藤川球児、球速、175キロです。では、ご覧のね、メンバーで戦っていきましょう。では、1回の裏ですね、1点先制してくれてますね。2アウトで1点入ってるんで、誰かがホームラン打ってくれてますね。まあ、どっからホームランが出てもおかしくない。全員パワー100というね、脳筋集団なので、まあ、点はね、どんどん入ってほしいなと。というところですね。まだただ4回の裏で、どうだ ?175 キロを投げる。その、藤川から4点取ってるのか。怖いな、千葉高校。ただここはね、初戦で負けるっていうわけにはいかないですからね。はい。ここは勝ち越しのスリーランホームランですね。打率1割台と低迷していた池くんが、なんと153メートル弾。
これで7対4と3点リードに変わっています。はい、結局そのままですね、7対4と池くんのね決勝スリーランで勝利を収めた形になります。藤川がね調子は悪くなかったんですけども、4点奪われてしまってるっていうのがね少し心配な点ですね。では続いて2回戦に A コマを進めていきます。では今回はですね、安孫子農業高校、千葉県の総合戦力 E の高校ですね、ここと対戦になります。でこちらの方なんですけども、今回の張り切りボーイは小島くんですね。あとですね、二塁の須藤くん、バント丸持ってる須藤くんは控えに回ってもらって、必要な時にですね、特にスクイズでどうしても点を取りたいっていうような場面では、須藤をね、スクイズ要員として出そうかなというふうに思っています。ここは小島、満塁のチャンス生かせずというところですね。でこの片柳くんが代わりに入ってくれた須藤くんのね、代わりに先発を務めてくれている選手なんですけども、片柳くんもねパワー100です。2打席連続満塁、2アウト満塁で回ってきた小島はここではポイントゲッターになれずというところですね。これは堀之内くんが追加点となるツーランホームランです。ここまでね1点で苦戦していた相手なんですけども、パワーエースの農金高校であればね、もっともっと点がね入ってほしいなっていうね風に思ってるんですけど、なかなか点がやっぱり入らないのは打線は水物っていうところですかね。はい、3対0です。藤川、山下のね3年生による完封リレーで2回戦突破です。では3回戦目ですね、総合戦力 B、 ここをね乗り越えられるかどうかというところだと思います。今回の張り切りボーイは威圧感持ちの久保くんです。今回のチームはですね、魔物持ちがいなそうなので、まあ、つまり内気なね選手がいなそうなので、実力で甲子園に、まあ、上がっていくしかないのかなっていうところなんですよね。なので早めに点を、しかも大量点を取って藤川が逃げ切るっていう体制を作りたいんですが、これはどうだ、入るか、どうだ、入る、久保の追加点。では代打須藤くんを使ってバント丸の凄さを見せてもらいましょう。さすがよバント丸、須藤くんはねバント丸要員、パワーが S ありながらバント丸。小島がねここまでホームランが出てないんですよね。パワーはもちろん S です。しかも100。ここで藤川が逆転スリーランを浴びてしまいました。そうか、今の球何だったんだろう。ストレートは打てないでしょう、藤川のストレートは。ちょっと藤川ねここで降板させて、1点差でなんとかね8回裏、9回裏と2回の攻撃をね生かしていきたいと思います。さあ須藤くんのところですが、ここは送りバントを決めておきましょう。これでスコアリングポジションにランナーを進めて代打を出し、魔物がいるじゃないか、魔物を使った上で代打を出します。内川じゃないよな、ここは松枝君にしましょう。でもちろん転がしてもらいます。ラッキーボーイも使っちゃいましょうか。ここでね山下くんが魔物を持っているというのが分かっただけでも良かったかなとは思います。ダメか、取られる。この後なんとか点をね、取っておかないとまずいなっていうね局面ですからね。これはダメか、まずい展開だな。では9回の裏の攻撃ですね、2番小西くんからになります。代打で誰かいるかっ
ていうのは見ておきましょう。吉岡君はクールですね、性格が。栗原は打ち気。栗原を代打で使ってもいいかもしれないな。ここは代打栗原を使いましょう。魔物を発動してくれればラッキーっていうね。ラッキーボーイだな。しょうがないで。栗原はチャンスで初球丸、パワーが91。初球から思い切って引っ張ってもらいましょう。よし、ナイスバッティング。もう外野手はフェンスに張り付いてますね、デフォルトで。そして今日当たりのない笠原くん、逆境丸。これは大きいね。今まさに逆境ですからね。この逆境を、なんとか、生かして、サヨナラホームランとかね、放ってくれると嬉しいんですけどね。ピッチャーの飯山くんですが、球速152キロか。いや、強い選手ですね。球種も3球種持っていて、フォーク、スライダーは変化量4。そういうことね。じゃあ、ここは緩急を使ったピッチングをしてきた変化球をスタンドに運んでもらいたい。いやー、ボトボトの当たりだ。これゲッツーになるぞ。一塁はセーフ。いや、ここで終わりたくないな。藤川のね、175キロのストレートは、できればこの後、甲子園で投げてもらいたい。さあ、5番の久保くんですね。今日ホームラン打ってます。よし、入った。逆転スリーラン。久保くん今日2本目。それは逆転のスリーランホームラン。いやー、ヒヤッとしたゲームでしたね。さすが総合戦力 B の鴨川農業高校でした。では続いて勝浦学園総合戦力 C との戦いになります。1点先制されてますね。まだ1回なんでね、慌てるような場面ではないですが、ここはね、小西くんが今回の張り切りボーイです。さあ、池くんの当たりはこれはどうだ、入っていく、スリーランホームラン。さあ、9回の裏、1点差とね、迫られて、藤川から山下にスイッチしてます。まあ、ただこの山下もね、球速170キロ出ますからね。まあ、藤川だろうが山下だろうが170キロ超えのストレートで、この高校生が4点取ってくるっていうのがまたすごいですよね。では、次のね、準決勝かな。駒を進めていきましょう。では、準決勝の相手ですね。勝浦商業総合戦力 C の高校になります。先制点が欲しいよなぁ。もう接戦できてますからね。今までの戦いだとね、結構コールド勝ちになったり、魔物が発動されたりとかっていうね、盤石の戦いで切り抜けてくることが多かったんですけど、今大会はそういうわけにもいってないですからね。かつ今回は勝浦商業相手2点、ビハインドという展開になっています。6回の裏、6対2と4点リードですが、藤川がですね、ピンチを迎えています。励ますは使ってあります。これはポテンヒットになるぞ。ポテンヒットだな。なお、ワンアウトランナー三塁一塁ですね。7番の森笠くんを迎えるという場面です。ここはゲッツー取ろう。それる。これで、追加点を取られてしまっているという状況ですね。はい。栗原くんを代打に使っています。藤川のところで代打栗原。打ち気なので、魔物を持っていますね。ここで魔物を使って試合を決めてもらいたい。そういう場面ですね。これはポロってる。一塁はアウト。では甲子園予選決勝戦っていきましょう。今回の張り切りボーイをね、5番の久保くん、威圧感持ちです。相手高校は総合戦力 C、 市原学院高校ですね。3番4番がホームラン10本以上、8番の宇賀井くんって思うのかな、彼もホームラン15本打ってるな。どんだけパワーあるんだって感じしますけどね。参考までに見てみますか。大久保くんパワー A、 田原くんパワー B、宇賀井くんがパワー B。 いや、これだったらうちの選手全員パワー100ですからね。もっともっとね、ホームラン打っててくれてもいいのかなーっていうね、感じはするんですけどね。ただここは久保くんが先制のタイムリーヒットです。では
2点リードの場面ですね。8番2塁の片柳くんのところなんですが、同じく2塁を守れる須藤くん、出してバント丸の威力を見せてもらいましょう。うん、ここはてっきりスクイズの場面だと思ったんですが、全然違ったな。この采配のミスがね、後半で響いてこなければいいなとは思いますが、さあこれは小西くんのツーランホームラン。小西くんはね、対変化球持ってるんですけど、今のは変化球、カーブ系のボールだと思うんですけど、よく捉えてくれましたね。さあ久保くんは今日3安打目ですね。すごくタイミング合ってますね、今日の久保くん、このピッチャーに対しては。どれもね、クリーンヒットっていう、ホームランにこそなってないんですけども、鋭い、いい当たりで、ヒットをね、飛ばしてくれているのが久保くんですね。さあ、今日小西くん、これ、ホームラン打ってるんですが、もう一本なるかっていうところはならずですね。もう一伸び足らずと、いうところでした。で、笠原くんは今日、3本猛打賞打ってくれてるんだな。で、1球目で、デッドボール。そして4番、藤田。ここのところ打率がね、少し落ちてきているようですね。2割7分というところですね。これはスリーランホームランになります。池君の今日2本目。さあ9回の裏、表で打線が爆発してくれてですね、大量10対0とリードしているので、球数少し多くなってますけども、藤川くんにね、火の玉ストレートを見せてもらいましょう。あ、ちなみに励ますはね、もう使ってあります。175キロのこのストレート、打てるものなら打ってみろっていうね、そういうところですね。このね、170キロ台連発したストレートから、160キロ台のスプリットなんて絶対打ってないですよね。さあ池君はね、懲罰交代しましょう。今みたいなミスをされると困っちゃいますからね。ここもストレートで押していく。当てるのがすごいよね、またこのストレートをね。さあ、あと1人。ここもストレートで押していく。このストレートがポテンヒットになるか。前に出てくる。これで、スリーアウト。甲子園出場決定です。今回はね、本当に魔物も、まともにね、使えず、機能せずという中、ピンチもありましたけどね、9回の裏、逆転スリーラン、さよならとかっていうのもありました。なんとかね、この脳筋集団で、甲子園出場決められましたので、次回はですね、この続きとして甲子園大会プレーしていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきます。